どこ行くの？なんで行くの？いつかあんた言ったわよね、過去なんてどうでもいいって。あんたの方が過去に縛られてる。この目を見ろ。事故でなくして片っぽは作り物だ。その時から俺は片方の目で過去を見て、もう一方で今を見てた。目に見えてるもんだけが現実じゃない、そう思ってた。そんな話しないで。身の上話なんかしたことないくせに今そんな話しないでよ。覚めない夢でも見てるつもりだったんだ。いつの間にか覚めちまってた。私記憶戻ったの。でもいいことなんて何にもなかった。帰る場所なんてどこにもなかった。ここしか帰る場所がなかった。それなのにどこ行くの？なんで行くの？わざわざ命を捨てに行くってわけ？死にに行くわけじゃない。俺が本当に生きてるかどうか確かめに行くんだ。